張しますね。何しろ相手はあのネルギガンテ、全てを滅する古竜とのことですが、一体どんなモンスターなんでしょう。ともあれネルギガンテの痕跡を集めてシルベムシについていきましょうか。シルベムシが痕跡に反応していますね。調べてみましょう。それでは時間内の討伐を目指してください。くれぐれもご注意を。狩猟笛はサポート能力の高い近接武器です。戦慄の効果で有利な状況を作り出しましょう。このモンスターがクエストターゲットです。さあ討伐を目指しましょう。仲間がターゲットを狩猟中です。シルベムシを頼りに駆けつけましょう。ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済みますよ。モンスターの狩猟が始まるとシルベムシが隠れてしまいます。ご注意を。ここに茂みがありますね。身を隠すことができますよ。攻撃を回避してください。まともに食らわないように注意です。
ャンプ攻撃をうまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。これはスリンガーの弾に使うそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。がゼロになると近くのキャンプに戻ります。クエストの失敗条件なので注意してください。移動の総意は受けるダメージを減少させ、ダメージのリアクションを小さくなります。
撃弾ですね。着弾部位を攻撃すると打撃効果が発生します。